田中大輝のアスリートチャンネル。今回のアスチャンはゲスト元メジャーリーガー川崎宗則選手第3弾です。そう30、まあ、6歳どうですかね。いやいや宗、まだ赤ちゃんじゃないか川崎選手がイチローさんの爆笑エピソードを初公開してくれました。最近こういうとこ来てるんですか。イチローさんが40半ばまでプレーしたじゃないですか。こう宗則川崎もそこまで行きたいって思いあるんですか。40半ばぐらい、45歳先輩がねやった領域っていうか、そこまでやどうなるか、それは気になるとこだよね。ああ、だからイチローさんがこの年齢でどう感じてたんだろうっていうようなことを感じたいと。はい、あと6年あと6年とかね、考えられないね。だってね、前先輩2年前ぐらいね、イチローさんに会った時にね、はい、まだ僕は30、まあ6歳どうですかねって、いやいや無念、まだ赤ちゃんじゃないか。36年30代なんか赤ちゃんよって言われた。もうすごいね、やっぱり考えてる幅がもうすごい素晴らしいね。しかもイチローさんに関してはまだ現役だからね。あ、まあまあそう、ね、まだまだあの今チームがあって、智弁神戸という、うん、そのチームでまだエースで、はい、まあ、9番なんですけどね。9番ピッチャー、9番ピッチャーで監督でやってますから。まだ一緒に練習したりしてますか。いや、してないですね。あ、今はもうそうですか。じゃあ2年前が最後ぐらい。そうですね、2年前が最後でしたね。あ、もうぜひ川崎宗則さんに神戸でのイチロー選手のトレーニングのお話をできる範囲で教えてほしいんですけど、あの、はい、同じホテルに初め泊まってた川崎宗則選手があえて離れて六甲の山側のホテルに泊まるっていう。その話はして大丈夫ですか。その話して大丈夫でしょ。だけどあんまりあのホテルさ、イチローさんが泊まってるとこに行くとそれはおかしいもんね。あ、だってなんか普通のビジネスホテルに一人で泊まってたんでしょ。あっちの方がなんか合うのよね。だってメジャーリーガーだしプライベートでいいじゃないですか。いや、いいんだけどなんか超いい六甲にあるね、はいはい、いい神戸にあるホテルがあって、そこがね、そうそう、もう相当坂の途中のもう大変なところに。あそこに宗がいるかと思うと、あそこの、ね、カフェのコーヒーがめっちゃ美味しいですよね。あのパン食べてね、パン屋さん仲良くなって。そうなんですよ、コロンビアコーヒーが最高で、最高で、そこ一人で飲んでいろいろ考えてから練習。よし行くぞって言って、はい、したもう2時間、約2時間やっても2時間半練習、集中してベースランニング、キャッチボール、はい、フリーバッティング、うん、でまあ時にはノックとかまあしたりするけど短いですよ。ダラダラしない2時間半ピシャッと。へえ、でも疲れる。いや、きついきつい、全力だもんね。イチローさんはもうとにかく全力で投げる、全力で走る、全力で振る、うん、この3つのトレーニングをしてるんで、だからなかなか効率はいいし、うん、勉強になるよ、本当。イチローさんを見てて川崎宗則からしたら、こうイチローさんがあれだけ結果を残してる要因っていっぱいあると思うんですけど、川崎的にはここだなっていうのはどこですか。うまい野球が。もうまあ分かりやすい、簡単でしょ、うまい、とにかく皆さんはイチローは、イチロー選手は努力だとか、イチローさんよく、いや、そういうのじゃうまい、もうなるほど、もうレベルが高いと。あ、もううまい、うまい、分かるじゃないですか、皆さん野球やってたら分かるでしょ、あ、こっちうめえなって、はいはい、やっぱうめえやついるじゃないですか、はいはい、それなんですよ。いや、でも胸もうまいじゃないですか。ねえ、僕もうまかった、それは鹿児島の田舎のとこでは。、はい、俺だってうまかった、でもプロ野球入って、あら、これはちょっとおかしいなと。ね、はい、これやっぱうまい人いるやんって思うわけ。それが全日本代表になって思って、あら、またうまい人いたなと、アメリカ行ったらまたうまい人いたなっていうところの一郎さん一番上の方でうまいやつだよな。本当、いや、もう世界最上級にうまいと。うまい、この世界最上級にうまい人たち、野球が。例えば打つのだけ得意とかいるんですよ。はいはい、ね、だけど
つの投げるの走るの全てうまい、はあはあはあ、これがうまい人、はあ、はい、僕なんです。だから大谷君とかはうまくないよ、うまいうちに入ってないです。あ、どれか1個か2個っていう項目にしか入らないと。そう、4つを揃えて、やっぱり守ってる時間を、うん、僕長くね、守ってる人たちは、はいはい、僕はすごく尊敬する。野球の時間って長いわけ。なるほど。ほうほうほう。で、イチローさんもライトでね、マリナーズの時も20対0で負けてる時もずっと守ってて、はい、打席行ったりとか、ああいうのもあるわけ。はいはい。その中でも気持ちをやっぱり切らさず打席には集中してやってたし、うんうん、でも自分のところに打球来てエラーもしたこともあると思うし、はい、でもその中でもちゃんと試合に出てたっていうのもやっぱ野球がうまい、うん、そして体がやっぱり強いよね、うん、強い。なるほどね。そうか。でも普段素顔の伊藤さんすごい普通というか、めちゃくちゃ面白い人です。面白いんですか。あ、面白いし、話聞いてても面白い。みんなあったらね、いろいろこう思うと思う、癒されますよ。なんか無邪気だってね、皆さんおっしゃいますよね、うん、すごい無邪気だし、その純粋だし、すごい素直だから、すごく変な話じゃないけど、ものすごい素直な人ですね。で、また会いたくなる方なんですよね。うん、まあね、一回ね、こういうことがあったの。もちろんエピソード、大輝くんだけに特別、はい、一回ね、先輩にあるバーに連れて行った。先輩もお酒飲むんですけど、はい、僕もまあお酒好きだけど、バーに連れて行ってもらったんですよ。はい。まあ、何人か神戸の仲間がいて、はい、手品バーだったんですね。手品、カード、初めて聞きます、はい、ほう。それで、あー、先輩こういうとこ来るんだと、来るようになったんだと思って、あんまりそういうイメージがなかったんで、僕も初めて配ったんで、で、カードバーンって配ってて、すごいんですよ、カード、手品が。はい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 、マジシャンの、なんでこんなとこからカードかとか、はい、俺のここになんか点がついてるとか、気がついたら俺のここにあったの、とか、そんなすごくて、でも俺がもうびっくりして、うわーって思って。はい、イチローさんももううわーってもう2人して、はい、あとのメンバーみんな2人でうえーって言ってて、うわーすごいなーと思って、もうイチローさん、あのイチローさんでさえもうすごい喜んで、もうすごかった、驚きようが、いやこれはこういうところに先輩も来るんだ、あ、最近ハマってるのかなと思って、イチローさん、これ最近こういうとこ来てるんですか、20年前から知ってるんだ。そう、20年前から来ていて、このリアクション。さすがですね、やっぱり。もうね、普通で、もう大体の分かってるはずなのね。はいはいはい、僕は初めて行くから、絶対見たこともあるやつもあるのに、それでも、もう初めて見たかのような純粋さの音。要はなんか、オリックスブルーウェーブ若手時代から、そういうことです。オリックスの時から来てる、すごい来てるとこなんですよ。さすが、このこう気持ちのまっすぐさですよね。もう純粋さ、もう。これはお宝秘話ですね。はい。これは初公開ですね。川崎選手といくら飲んで食べても一回も聞いたことなかったですね。20年前、多分20年前と同じリアクションなんでしょうね、多分。絶対そうだから、もう。ありがとうございます。素敵なエピソード。ほら4000本も打てるわ。いつでも1打席リフレッシュな状態よね。フレッシュな状態で多分迎えてる、そういう才能がイチローさんにあると思う。素晴らしい、ありがとうございます。次回、川崎宗則選手第4弾はプロになるまでの道、そして国内 FA は行使するのか、第4弾からし涌井投手からの質問にも答えてもらいました。お楽しみに。どっかでジャイアンツが勝つと、なんかちょっと待ってください。今日のアスリートチャンネルはこれにて終わりです。 SNS でもオフショットを公開しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスチャン。